誠とミクの誠の間。皆さんはじめまして、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんこんにちは、女優の佐藤ミクです。さて、先月から始まりました誠の間。この誠の間は現在多くの創作写真集をプロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、写真、音楽、空間デザイン、ファッション、コスプレ、サブカルなどのクリエイターの皆さんの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。が、先月1月12日の初回放送にて、後のコーナーすごいよアンミさんの最後に、楽曲紹介をさせていただきましたが、誠さんのこだわりの楽曲ということで、もしあなたがを本来流すところを、誤って別の、楽曲、月が僕らを見てるを、流してしまいました。ラジオを聴きの皆様並びに関係者各位にお呼びして訂正いたします。申し訳ございませんでした。番組オープニングからお詫びということでしたが、それではここで誠さんの略歴をご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身で、1981年生まれの現在38歳。ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動をされていく中で、コスプレイヤーや若手クリエイターがさまざまな方面で活躍できるようになるための誠の間プロジェクトを指導。ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識を生かしながら、空間デザイナー、イラストレーター、漫画家、シンガー、コスプレイヤーなどクリエイターを育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして昨年9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。さて、そんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤ミクは普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は誠さんのご紹介でもありましたが、ブルガリアソフィアで開催されたイベントで私が主演させていただいた映画22世紀寓話が招待され、私も本作品の上映前に舞台挨拶させていただきました。そしてここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4金曜日夕方6時から佐藤ミクの女優道という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。こんな2人でサブカルチャーを中心としてしたいろいろな、情報満載でお送りしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず最初のコーナーは誠の間プロジェクトのコーナー。このコーナーはこれからのサブカルチャーを中心としたクリエイターさんの紹介や、誠さんの今後の写真集、美術品、展示会などについて番組と連動する形でその成立過程をリアルにリポートしていくコーナーです、はい、今回は第2回ということで、誠さんがこれまでサブカルクリエイティブプロデューサーとしてどういった活動をされてこられたのか、少し詳しくお話しいただけますでしょうか。はい、前回が、はい、確かカメラを持ったきっかけとか、そうですね、誠さんの、はい、カメラを持って使い始めたですね、きっかけですね。でコスプレ撮影を、はい、が面白いなと思ってやっていってます、はい、という話をしたんですよね。そうですね、はい、で今回ですね、はい、去年作った作品のお話を少ししようかなと思います、はい、お願いします。はい、ですね、まあ、写真の作品なんですよ、はい、写真集、写真集、はい、なんですけれども、はい、今僕が作っているのが、はい、写真で物語を語る、はい、というコンセプトで、はい、個人的にこう写し語りと呼んでいるものなんですね。ひらがなで、はい、誠さんご自身で、そうですね、はい、写し語りってひらがなで、はい、写真を物語だから物語を写すってことで写し語り。あ、なるほど、写真でこう物語が進んで、そうですね、なるほど、だからまあ写真集っていう一面と、はい、その物語っていう一面がある、はい、それを2つくっつけたもの、あ、なるほど、はい、というものを作っています。はい、はい、でその昨年、はい、作ったものが、はい、タイトルが両肩思い、はい、
両肩と言いまして、はいはい、これその原案はそのうちのクリエイターの子が作ったんですけれども、はい、で僕は それを補助する形であのプロデュースしていったんですが、あの物語ストーリーとしては、はい、あの30歳の男性と18歳の女子高生のちょっとした恋愛の話、はい、それはあの、はい、本当のノンフィクションなのフィクションなの？あ、フィクションです。へえ、それはクリエイターさんがお考えになったことを、そうですね、はい、こういうのを作りたいっていうのを膨らましていってこの物語になったっていう感じ。へー、はい、そのクリエイターさんとは、うん、その前回もお話しいただいたその SNS 上で知り合った方ですか？そうですね、はい、あのツイッターで一回コスプレイヤーさんなんですよ。あ、そうなんですね、はい、で、はいはい、コスプレの撮影をして、はい、その後ちょっと話をしてたらこういうのをやりたいっていうふうに言っていたので、あ、じゃあ作ってみようかっていうふうな形で始まった企画です。はい、はい、でこの、両肩思い、はい、どういったですね、30歳のストーリー、そう、30歳の男性と18歳の女子高生の恋愛のお話。へえ、はい、で、ちょっとギリギリな年齢じゃないですか。そうですね、ですよね、はい、そうで、その30歳の男性はフリーランスのライターさんという設定なんです。はい、はい、でちょっとこのそこそこ頭のいい大学を出ていて、はい、で、ちゃんとそういうこう仕事もうまくいっている。はい、で18歳の、はい、女子高生は受験生なんですよ。はい、はい、そうですね、18歳受験生です。はい、でその2人は親戚なんですね。あー、なるほど、はい、で昔から面識があって、はい、でもしばらく会ってなかった。あー、はい、なるほど、うん、はい、でその18歳の子がこの、まあ、30歳の男性、まあ、お兄ちゃんっていうふうに言ってるんですけれども、はい、まあ、そうですね、はい、はい、そのお兄ちゃんのところにまあいい大学に出ているから、うん、そこにちょっと勉強を習いに行こうと思ってまず訪ねていくんですね。家庭教師的なことで、ね、そうですね、まあ訪問みたいな感じなんですけども。あ、なるほど、はい、でそこで、まあ、お兄ちゃんの方も、はい、じゃあ見てあげようって言ってその勉強を見ながら、はい、見てあげながら、はい、その2人の交流が起こるんですね。はい、まあそのまあ、毎日勉強を見てあげるっていうふうな生活が始まるんですよ。でそれでまあその男性の方は、はい、まあ、もう30歳だし、はい、まあ、妹みたいなものじゃないですか。あ、そうですね、年齢的にはそうですね、うん、そう、はい、なのでそんなに気はないんですよ。でもその18歳の女の子の方がちょっとこのお兄ちゃんにこの魅力を感じていって、はい、その30歳の男性を好きになっちゃうんですね。はい、はい、でもその男性の方はあんまり相手してくれない、はい、あ、はい、もう妹の感じを持っているからこそ、はい、うん、こう気づいてもらえない。そう、あ、そうなんですよ。もうタイトル通りになりますね、すごい。そうそうそう、はい、だからその場はその18歳の子からの片思いですよね。はい、切ない、切ない。そうで、それで、はい、どん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 その女の子の方もアプローチしていくんですけれども、はい、やっぱりお兄ちゃんの方は30歳の男性の方は、うん、まあ、立場もあるし、はい、その年齢的なこともあるし、相手女子高生だし、はい、絶対無理だから、うん、ダメ、そのこの 愛情があるのはちょっと感じながらも、うんうん、その受け取れないっていう風に言ってるんですね。うん、でもこの受験が終わる頃に、はい、まあ、受験終わって大学生になったらもう女子高生じゃない、そうですね、一つ大人になるじゃないですか。そうですね、はい、だそしたら少し考えようかなって男性の方は思ってるんです。でそれで受験が終わり、無事に志望校に合格し、あ、じゃあこれからちょっとそういうその男性の方も、はい、ちょっとその女性として見ようかなって思った時には、はい、その18歳の子の方は、はい、もう何度もアピールしてアプローチしてんのに受け取ってもらえないからもう冷めちゃってるんですよね。それでその男性の方がちょっと盛り上がったけど、それがまたすれ違いみたいな感じ。なんとも、はい、こう考えさせられますね。だからこの両肩思い、そのタイミングが違っただけでお互い好きな気持ちはあるんだけど、ね、本当にそのちょっと数ヶ月のタイミングの違いだけでこう切ない終わり方をしてしまう
ていう物語です。ドラマ化しそうですねあ、しますねその、ま、ストーリーがこうあって、はい、やっぱ打ち合わせっていうのはものすごい多分今お話いただいただけでも結構多分重ねてらっしゃると思うんです。そうですね、どれぐらい、どんぐらいしたかな、30時間ぐらいはしたのかな。わーすごいね、5回ぐらい集まるっていうか、あのクリエイターのこと2人でコンセプトを決めて作っていったんですけれども、はい、2人で5回ぐらい半日かけて決めていきましたね。そこはもう物語が決定してそこから30時間こういろいろあって で、はい、衣装とかその後決めていくって感じですか。そうですね。いやー大変ですね、うん、この作品作り上げるっていうのは。そう、話をきちんとまとめるっていうのがすごい苦労したっていうか大変なんですね。この、はい、なんとなくこういうのを描きたいな、こういうのを撮りたいな、こういうのをこの作っていきたいなっていうのって結構 あるんですよね皆さん。なんですけれどもそれをきちんと一つのものにするっていうと変に矛盾があったりするとダメじゃないですか。そうですね、うん、それになんかこう間延びする部分もあってもダメじゃないですか、はい、そのまとめるっていうところが大変です、ね、構築していくのが大変ですね。そう、はい、なるほど、うん、そうあと、はい、スタジオを決めるのが大変でしたね。そうですよね、はい、そんなにねこの大々的な予算をかけられるものではないので、はい、お二人でやってるわけですよね。はい、なのでそのいいスタジオ、いいロケーションっていうのを探すのは結構大変です、はい、なるほど。まあ、そんだけものづくりっていうのは大変。やっぱ私もやっぱ女優も、はい、やっぱいろいろな現場で、はい、やっぱ拝見してるとやっぱ大変だなっていうのはやっぱりすごく感じるので、ね、はい、やっぱそういうのはやっぱ共通点がすごく感じましたね。そう、そうですね。だから被写体の方もモデルと、はい、モデルさんでもいいんですけれども、うんうん、今回は役者さんを起用したんですよ。物語の部分が強いので、あ、なるほど、その演技ができる人がいいなと思って、はい、なるほど、うん、特にその女子高生の方はまあ、お兄ちゃん好き好き好きっていう感じでやっていけば、うん、まあ、なんとかなるところなので、そのクリエイターの子がやったんですね、はい、でその男性の方は結構難しいと思うんですよ。受け取るけど、ね、そこも演技力になってきますね。そう、だから写真とはいえやっぱり演技力がやっぱすごい大事だなと私も話を聞いててとても思いました。そうだから役者さんでにお願いしてよかったなって思ったのがすごくその一枚の中にきちんとストーリーがある表情が落ちてくださるので、はい、とてもとても役者さんでよかった。こう動画とは違うやっぱ写真の表現というのは難しいのかなというのをとても感じました。そうですね、その、うん、はい、はい、必要なところに、まあ、はい、ということで両片思いということで、はい、また次回もまたいろいろお話、はい、こういうこの写し語りですか。そうですね、またちょっとお話いただければなと思いますので、はい、また次回もよろしくお願いいたします。皆様いかがだったでしょうか。これからこうどんなこう展開になっていくのか、私も楽しみでございます。以上まことの間プロジェクトのコーナーでした。すごいよアンミさん。続いてはすごいよアンミさん。誠さんが大好きなシンガーソングライター山田アンミさんの魅力を存分に語っていただき、毎月こだわりの楽曲をご紹介いただくコーナーです。あらかじめラジオを聴きの皆様にシンガーソングライターの山田アンミさんについて音楽サイトなどを参考に、まとめさせていただきましたのでご紹介させていただきます。お願いします。弾き語りという言葉は、まあ、一般的にはギターやピアノを弾きながら一人で歌うことを指します。しかしもともとは文字通り楽器を弾きながら語ることを意味していました。日本では琵琶法師が、
西洋では吟遊詩人が行っていたものが弾き語りだったと言えるかもしれません。そして現代の吟遊詩人の代表と言われるシンガーソングライターの山田杏美さんは、八弦ギターを巧みに操りながら美しい物語を歌います。中性的かつ少年性のある歌声、フラメンコのような荒々しさ、そして繊細さを兼ね備えたギターの超絶テクニック、それら2つが同時に耳に届きます、とここまで山田杏美さんの略歴を、ご紹介させていただいたわけですが、ただオープニングで、お詫び並びにご説明いただきました、通り前回流れた音楽楽曲に誤りもありましたので、改めて仕切り直しということで、誠さんのお気に入りの楽曲もしあなたがについて重複部分もあるかもしれませんが、その思いと申しますか、はい、一押しポイントについてですね、はい、誠さんからお話いただけますでしょうか。はい、わかりました。ですね、はい、もしあなたがという楽曲、はい、前回もお話ししたんですよね、はい、まず山田杏美さんの声とメロディーと、はい、その声って声質ですね、はい、そうですね、とそのあとこの声の高さ、結構ハイトーンの方なんですね。そうですね、はい、私も聞かせていただきまして、はい、確かにすごい男性の中でやっぱすごい高いキーを歌われてるなって、そう結構大変なんですよ、あの声出すの、はい、はい、その声のハイトーンの中性的な感じっていうのがすごく魅力的なんですけれども、はい、その僕が特にこの中で、はい、このもしあなたがっていう楽曲の中ですごく好き、はい、特に好きな部分っていうのが歌詞なんです。そうですね、はい、以前もおっしゃっていただいたように、はい、もしあなたがっていうフレーズから全部の、歌詞が始まるんですね。はい、そうですね、はい、で、こういう時にはこうなりたい、はい、要は、例えば一番最初に来るのが、はい、もしあなたが、こう前に進む時には、はい、その前を進む手伝いをする何かになりたい、はい、でもうまくできないかもしれないっていう、そのちょっと弱気になる、そうですね、あなたの手伝いをしたいんだけど、はい、うまくできないかもしれないっていうちょっと弱気になる部分が2個続くんですよ、はい、でそこ で, そうです、ね、はい、次がそのもしあなたが争いに巻き込まれてしまった時には、はい、その攻撃を跳ね返す盾になるっていう、守ってあげるよっていうことですね。そうそうそう、守ってあげたいっていうその思いがあるんですね、はい、でそこは弱気にならない、こうちょっと成長していく感じが見えてるんですね、うん、そうなんです。だからそう、その2つ、弱気になって手伝いたいんだけどうまくできないかもしれないっていう、はい、その弱気になったものがある、あってのその今度は弱気にならないっていうところなので、その思いの強さっていうのが少し強まるのが分かるんですね。でその後サビになるんですけれども、はい、そこではもしあなたが、はい、少しでも自分のことを思ってくれたら本当にそれだけでいいんだな、いいんだけどなっていう風な歌詞なんですけれども、そこにはもしあなたがっていう言葉がつかないんですよ、はい、そうですね、はい、そうだから、そこが一番思いが強いんですね、うんうん、少し考えてみると、はい、結構その僕なんかもそうなんですけれども、はい、本当に強く願っている時って、はい、もし自分がこうなったらいいなみたいな風に思わないんですね。こうなりたい、確かにそうですね、うん、なんですよ。もしこうなったらいいなって思ったら、それってちょっと弱いんですよ、ね、そうですね、確かに。もしってこう、そうそうそう、仮定というか、そう、はい、だからそこのバランス、その強さ、願いの強さに、はい、のにこう合わせたその歌詞の作り方っていうのがすごく綿密にできてるんだなっていうものです。で一人一人のこう人生というか、はい、気持ちの変わり方っていうのがすごく見える歌詞だなっていう感じですね。そうなんです。で最後にもう一つ、はい、これ前回言わなかったポイントがあってまして、はい、一番最後に最後、はい、だからもしあなたが自分のことを少しでも多く思ってくれたら、ただそれだけでいいのにってなるんですね。ってことは、はい、それは実現しないんですよ。そう、だからそのちょっと悲しくなっちゃいました。だからそのたったそれだけでいいのにっ
ていう言葉があることで、はい、すごく切なさが増す、はい、一人の何なら一人の妄想に近いものになってしまうかもしれないんですね。現実ではなくて自分の考えの中で収まってしまうかもしれないということですね。そうなんです。だからその切ない感じ、この夜この片思いの女性をに向けて、こうこうなったらいいな、こんなに好きなんだけどこういう風になったらいいな、こうなったらこういう風にしてあげたいのになっていう風に続いて、でもそれはダメだ、できないという感じです。なるほど、すごい、やっぱ最後にこう切なさを持ってくるっていうのがすごい山田杏美さんならではなのかなっていうふうに私も感じました。はい、ではですね、ありがとうございます、たくさん語っていただきまして、それでは、以上、すごいよ杏美さんのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回から始まりました新番組まことの間、皆さんお聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第2、第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。初めてではないですね、失礼いたしました。今回の放送、まことさんいかがでしたでしょうか。はい、自分のねプロジェクトをちょっときちんとこうやって、まあ、話すこともあるんですけども、はい、この振り返って説明していくってことはあんまないので、はい、なんかこういうのも大事だなと思いました。なるほど、ありがとうございます。私も頑張らせていただければなと思います。そして、この番組ではですね、お聞きの皆様のご感想ご意見、ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com、まことの間までお待ちしております。で、少しお時間がありますのでちょっとお話しさせていただければなと思うんですけれども、はいはい、やっぱ緊張されますか。まだ、そうですね、まだ緊張しますね。今回で3回目ですね。3回目ですね。どうですか。はい、そうですね、喋るのって大変だなっていうのがすごい率直なでもすごい喋るのすごい好きなんだなっていうのはやっぱり近くにいて、いや好きすぎて、好きなんですよ、はい、好きすぎちゃって、はい、ちょっと喋りすぎちゃうんですよ。あ、だから私分かります。自分の番組でも私すごい喋ってしまうので、そうだから、どうそこをね調整していくのがね、はい、大変かなって、これからの課題かなって思います。なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、この番組ですね、もういろいろこう誠さんのプロジェクトなどたくさんございますので、ぜひね皆さんもお聞きいただいて、ちょっとこう興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお便りでもこういろいろお便りいただければなと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、誠の間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆さん、ぜひ次回も誠の間、よろしくお願いします。